どうもこんにちは、めめです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。これはまず開幕 DT 法かな ?DT 法ですね、はい。DT 法で、マハさんは右側のカウンター、さあ DTTKI ルートで、DTTKI ではなく DT キングクリムゾンルートにしましたね。さあ、DT キングクリムゾンで、青ハッカの1、2、3、3連鎖かと思いきや、8-1を引いて、2ダブの3にした。さあ、T スピンダブル打って、ヒールハッカの2連。もう一回 T スピンダブルから、テトリス。おっと、今の引けるのか。早いな。引けて、2ダブの3取り。今の引けるんだね。引けないと思ったけど、やっぱり操作速度も早いな。そう考えると。かなり今弾けるか弾けないかな。ギリギリなラインだったと思うんで。さあ、これ3取りの4連。でかい。かなり同時消しを多用してますね、やっぱり。さあ、掘ってって。黄色発火の4連鎖。さあ、これは4ライン返ってきて、T スピントリプルで返す。T スピン、ん?今4ラインだったから T スピントリプルで6ラインで相手に帰るはずなんですが、なんで帰んなかった？今のなんで帰んなかったんでしょうね。4ラインに対して6ラインの T スピントリプルなんで、帰るはずなんですが、ちょっと帰んなかった理由が謎でしたね。って言ってる間に刺さってしまった。まあ気を取り直して見ていきましょうか。ちょっと謎だった。さて、パフェから、T スピンダブル。中開けテトリスですね。さあ、これはどうだ?緑発火の単発。8-1引いて2連鎖。あ、俺もちょっとグダってるぞ。T スピンダブル打って、連結2連を後打ちで返したけど、5連鎖まで繋がってましたね。はい。さあ、どうだこれは。一段弱振る、青ハッカの4連ぐらい。さあ、2連鎖で刻んできた。T スピンダブル打って、ちょっと地形迷ってますね、自分も。T スピンダブル、5連鎖打たれる。受けてから、ホリレンで相手に火力を送る。一段弱。紫ハッカか、上の緑ハッカか。両方ありますね。さあ、2個振らずに5列目の紫ハッカー。まあ、こちらも地形はいいので、ここでドネイトして、5連鎖をしっかり受けてからテトリス送る。青ハッカーの3連鎖までは見える。さあ、2ダブの3にした。Tスピンダブル打つけど帰んない。Tスピンダブルテトリスかな。まあ、連続では打たずに一回一回分けてますね。あ、これもしっかり後打ちで返して、と思ったけど、完全操作でした。ちょっと帰ると思ったんですけど、帰れなかったですね。さあ、T スピンダブルで。あんまり、これ以上長引くと、マージンが入ってくるので、上の青ハッカか。上の青ハッカで紫あんのかな?紫あった。5列目に紫が幽霊で入ってて、これまあまああるぞ。でかい。結構でかい。T スピンダブルテトリス打つけど、結構どころじゃなかった。黄色緑も入って10連鎖か。8連かと思いきや10連鎖でもうどうしようもない。いやー無理っすね。10連はどうやっても耐えられないんで、もうこれは絶望でしょう。どれだけいい地形で、相当火力を送っても10連鎖はちょっと耐えられないですね、さすがに。さあ、DT 砲から DT パフェのパターンだが、これは普通に平積みでいった。赤ハッカー、赤が来るか?引ける。さあ、引いて発火して、これはどんぐらいあるんだ ?3 ダブか。残しがいいなぁ、これ。残しのいい3ダブですね。俺はずっと平積み。さあ、2ダブの3ダブ4連。一回削ってますね。やっぱり、同時消し火力高いんで。しかも、穴バラが、かなり来ているので、早めに解消したいですね。
さあ、青ハッカー埋まってね。どうだこれは。紫引いたら強い。さあ、これは赤引けるか。引けず、引けたら、まあ、スネサか、でも。しかし、まあ、青ハッカーが残ってるんで。だいぶ強かったけど、引けなかったですね。さあ、DT 砲で。さあ、DT 連っぽいっすね。そこからちょっと、連も、行ってみようかなって感じで連を組んだんでしょう。たまには折りまずっすね。じゃ、弱体化したとはいえ、たまに、急にやることによって強かったりはするんで。さあ、これはどうだ？連つなげて、マフマスさんは、一回二連鎖打つ。さあ、赤で単発打って。二連鎖。紫ハッカー。紫ゾロ来た。さあ、まだ打たずに、単発打ってから、まあこれね、この時間でどんどんマジ入っちゃうんで。15連、16連、17連、9連打たれて、さあ、こうなると、マージンタイムがかなり経過してしまったような気がしますね。マージンまでの布石が。連の弱点はまあそこなんですよね。一発で決められないとかなりマージンまでの時間を経過させてしまうっていうデメリットがあります。さあこれしっかり堀連つなげて、7連8連。ロコハッカだろ、これいろいろあるけど。青ハッカか。青ハッカですね。さあしっかり。後打ちで青ハッカする。これは結構ありそうだぞ。さあ先読みして、テトリス、T スピンダブルだけど、S ミノも置きミスした。さあ、連結2連で、相殺してきて、これマージン入ってるかもう、どうだろう。マージン入ってそうなんで、かなり、辛い。紫ハッカー。しかも穴場もかなり来てるので、これはもう、ほぼ自利品でしょう。6ダブ打たれて、どうしようもない。やはり連は効かないですね。うん。ちょっと連もたまには織り交ぜてみようかなと思ったんだが、やはり連は、この方には効かないですね。あ、全消しで DT4。さあ、消化してきて T スピントリプルで返す。BTB 付きの T スピントリプルで返しましたね。3勝あり。さあちょっと置きミスしてるけど、形よくしてから発火する T スピンダブル。結構あるさ、相手でかいんで、これはしっかり火力作っていきたいが、なんとか浮き切れた6連鎖。 T スピントリプルで緑発火の2連鎖かな。T スピンダブル、後打ちで返す、テトリス、連結2連に対し、連結2連で今返んなかったのか、ギリギリ。さあ、この3連鎖も後打ちでギリギリ返る。シングル打って、これは平積みですかね。平積みっぽいですね。4連鎖は後打ちでもおそらくギリギリ返らないので T スピンダブルで返す。 TSD 青ハッカー。さあ紫のこの段差が揃って綺麗に5連鎖うまい。さあ T スピンダブルってさあこれはシングルからダブルの形。青ハッカが2個振ったけど、ハッカできるのか。さあ、しっかりこれ繋がってますね。うまい。5、6、7連鎖。でかい。さあ、ギリギリ耐えて、テトリスで火力送る。
ランカン使って、T スピンシングルから、T スピンダブルテトリスの形作ってるけど、紫悪化されて、1、2、3、ダブ、4、5、でかい !3 ダブの4連鎖、5、6連鎖まであるのか。強いな。いやー、今のは耐えられないですね。3ダブで同時消しで返されて、なおかつ6連鎖なんで、非常に火力が高いんで、きついですね。完全にこれはやられたな。やっぱり連はやんない方がいいですね。ということを確信しました。この試合見て。連は効かないですね。これからちょっと連も織り混ぜることをやめましょう。やっぱり連はちょっと悪手になりやすいです。さあ、これは2連パフェ取って、青ハッカの4連鎖。3連パフェ取る。3連パフェで返す。さあ、しかし全然問題ないですね、はい。まあ、気を取り直して、中開けテトリス。これはどこだろう？赤ハッカかな？赤ハッカのでかい2ラブで青まで繋がってるかな？ 2 ラブ3の4連鎖じゃない、赤までの5連鎖だった。見えなかった。さあ、これは1ライン削んないと刺さっちゃうんで削った。しかし、そこで削るのはちょっと痛いぞ。さあ、2ラブの3ラブでかい。しっかり追い打ちしてきてますね。だいぶきつくなってる。さあ、できるだけホリレン繋げて。さあ、どうだこれ。Tスピンシングル。赤ハッカー引けずに、緑で単発。さあ、埋まってしまう。さあ、これはどうだったんだろう。ちょっと、自陣見てたんですけど、引けなかったのかな。じゃあ、そのまま刺さっちゃいましたね。さあ、パフェ取って。さあ、これは、パフェ取る。さあ、しっかりネクストを青起点の見て、青ハッカで。3連パフェ取るけど、5連鎖は余裕で5連鎖の方がでかいですね。2列パフェあったけど、間に合わず。上の緑ハッカの3連鎖。紫黄色入れて、5連鎖。緑入れて、さあ、2個振ってしまう。2個振らなくて、3列目に1つだけだったら、黄色ハッカでだいぶでかかったですね。しかし2個振って刺さる。さあ、もう1回パフェ済み。で、パフェ取れる。さあ、これは T スピンダブルから、エルミノで、T スピンじゃなくて、なんだこれ。これはミスですね。よくわからないミスをして、さあ、かなり辛いぞ。でかい。6連7連。うわ、でかいな。9ダブ。いやー、絶望ですね。こっちが、まあ、置きミスでグダってて、よくわからないことになってるとこに9ダブが飛んできた。早いな。まあ、置きミスしてグダってると、まあ、すぐね、こういう大連鎖を組まれてしまうので、本当に、開幕のミスは致命傷になりかねますね。さあ、3列目はあと1つで埋まり、刺さるけど、どうだこれ。刺さる。これはちょっと真ん中に積みすぎたのかな多分。それでそのまま刺さっちゃいましたね。やっぱりそうですね。開幕の置きミスだけは避けたいかな。こう見るとやっぱり。速攻で大連鎖組んできますからね。9ダブはもうほぼほぼ致死量なんで、相当うまく効率よく火力を送ってワンチャンギリギリ耐えれるかなぐらいなんで。10連鎖はもう耐えるのほぼ不可能と見ていいんで。ただ9連鎖ももうほぼほぼ無理ですね。ほとんどの確率で刺さってしまうんで。はい、じゃあまあこんな感じで今日もお疲れ様でした。まあ、よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。